皆さんこんにちは。信州紳士のチャンネル、ミスターキャニーです。毎日寒い日が続いていますね。こんな日には温かいラーメン食べたくないですか？ここ数年で信州もすっかりラーメン王国化が進みましたが、昔からある信州のラーメンチェーンといえばこの2つ、ラーメン大学、そして天舗ではないでしょうか。今回の動画ではこの2軒のラーメンチェーンの魅力を深掘りしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。信州紳士のチャンネル、まず最初に紹介するのはラーメン大学。味噌ラーメンを中心に若い世代からはラー大、年配のお客さんからは大学ラーメンの愛称で親しまれ、最終学歴はラーメン大学ですというラーメンを食す前にはある意味ぴったりの寒い親父ギャグは、長野県民なら誰もが一度くらいは耳にしたことがあるはず。そんなラーメン大学が生まれたきっかけは、創業者の根津久夫氏が東京で食べたラーメン大学の味に感動し、当時まだ屋台だったお店に何度も通い詰め、ようやくのれん分けが許された店舗を上田市に1号店としてオープンさせました。当時は細麺の醤油ラーメンが主流の中、太麺の味噌ラーメンが人気を呼び、北信地域を中心に1998年頃には最大62店舗まで拡大し、信州人の胃袋を満たしてきました。人気ナンバーワンのメニューは小手味噌ラーメン。県内産の最高級味噌をたっぷり使った濃厚なスープが太麺によく絡みます。味噌が主流なのは今も変わらず、こだわり抜いたラーメンを提供し続けています。この動画を見た皆さんももう一度ラーメン大学入学してみませんか？続いて紹介するのはみんなの天舗。今回は本店にあたる諏訪城南店にお邪魔しました。諏訪地域発祥で現在県内に33店舗を展開するみんなの天舗の前身は、意外なことにも夫婦で営まれていた温泉旅館の天舗鶴の湯。高度経済成長に伴い周辺に大型旅館ができ始めたことに危機感を持った創業者の大石桃吉は、東京歌舞伎町の中華料理店で教えを請い、餃子やタンメンのレシピを譲り受けました。そして昭和31年、旅館の一角に餃子菜館をオープンすると、瞬く間に人気店となり、その後昭和48年に初代社長の大石幸三郎氏が株式会社天舗フーズを設立し、県内全域で愛されるチェーン店へと発展しました。天舗の人気ナンバーワンメニューは担々麺。小さな子供も食べられるように辛さをなくしたオリジナルの一品です。そしてやっぱり餃子がうまいですよね。もちもちの皮に独特の風味のあんはよく合っていて、さっぱりとした味わいなので気がついたらもうなくなっています。リーズナブルで万人受けする味付けの天舗は特にファミリー層からの人気が高く、休日は家族連れでにぎわっています。私もおすすめする天舗の餃子、もし食べたことがないという方はぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんいかがだったでしょうか？今回は中華料理チェーン北のラーメン大学と南のみんなの天舗の魅力を深掘っていきました。今回タイトルにバーサスをつけてしまいましたが、どちらも甲乙つけがたく素敵なラーメンチェーンです。ただ各々の細かいポイントについて私個人の見解と感想を言うなら、メインとなるラーメンの味、ボリュームではラーメン大学が優勢、コストパフォーマンスやメニューのラインナップ、餃子の美味しさでは天舗に分があるかなと思っています。皆さんの意見もぜひコメント欄で教えてください。それでは今日もこの辺で、皆さんお元気で。